ヤシムザ・ギルベコビチタ・ギルベコフは、ロシアダゲスタン共和国、マハチから出身のサッカー選手。ポジションは DF。2012年は、チーム事情から SB で試合に出場した。1984年、ロシアダゲスタン共和国の首都、マハチからにて生まれる。2002年、マハチからに、本拠地を置く FC アンジマハチからに加入をしたが、 その年クラブは、ロシアファーストディビジョンに降格。2003年11月1日、最終節の PFC スパルタクナリチク戦でデビューを飾り、2004年8月28日、第30節の FC ネフテヒメクニジネカムスク戦でプロ初得点を挙げた。2003年以降、クラブは長らく、ファーストディビジョンに所属していたが、 2009年に1位となりロシアプレミアリーグ昇格を果たす。タギルベコフは全40試合中36試合にフル出場をしてクラブの昇格に貢献。シーズン終了後にはファーストディビジョンの最優秀ディフェンダーに選ばれるなど活躍した。2007年から2010年まで暗示の指揮を取ったオマリテトラーゼはタギルベコフのことについて 潜在的なロシア代表選手と評価している。クラブでは以前首相や副首相を務めていた経験を持っている。2011年夏8月10日に行われるロシア U-21 代表と試合に招集され、ロシア B 代表デビューをした。ありがとうございます。